はい、こんにちは。ついにと言いますかね、ようやくですね、こちらの方、ブレンダーの、ゼロから始める 3D 制作、バージョンの3対応です。こちら出しました。ページ数はですね、ちょっと分厚くなってます。80ページほど増えてます。取り上げている制作内容などは、まあ、概ね同じなんですが、書き直したりこう手を入れたりそういった部分が多くなってちょっと増えてしまいました。書店で見かけた方はぜひ手に取ってみてください。このビデオではですね、こちらの本で紹介している制作を補足するような形で、お送りできればと思ってます。まあ、ちょっと追っかけっていう感じになってしまって申し訳ないんですが、よろしくお願いします。はい、それでは早速確認を進めてみましょう。チャプターの2、画面構成ですね。こちらの方ではブレンダーの画面、どこに何があるか、そういったことを簡単に紹介したいと思います。まずメニューです。左上のファイルからヘルプまで、こちらまでがメニューになります。まあ一般的なメニューの項目が続いています。レンダーメニュー、こちらはよくレンダー時には扱うことになるかもしれません。次にワークスペース、こちらですね、メニューの右側になります。レイアウトから始まって、スクリプティング、こちらまでが初期設定で用意されています。いろいろなタイプの画面が用意されています。初心者の方特に気になるかもしれません。しかし、まあ、最初はレイアウトだけで十分です。他の画面レイアウトは、必要性を感じた時に、まあ、覗いてみましょう。次がシーンビューレイヤーですね。こちらその下にはコレクションというものもありますが、これらのものを利用するとブレンダーの中で、素材ですね、それらのものオブジェクトを含めた素材、そういったものをまあ、仮想的なフォルダ、それからグループ化みたいな感じで、管理することができる非常に便利なものです。その次がヘッダーメニュー、モードセレクター、それからエディッターセレクターですね。比較的よく利用する部分です。エディターセレクター、これですね、まあ、エディターというのは例えばこの部分です。この部分いろんなタイプのエディターがあって、それを自由に切り替えることができます。こちらはモードセレクターです。オブジェクトモードと編集モードを切り替えます。中央上部にある設定ですね、座標の切り替え、ピボットポイントスナップ、それからプロポーショナル編、設定ですね。まず座標軸の切り替えはグローバル座標とローカル座標、これらの切り替えを多く行うことになると思います。次が変形の中心となるピボットポイントの設定ですね。その次が磁石のマーク、スナップ機能となります。最後がプロポーショナル編集、選択した対象の影響の範囲を設定することが可能です。こちらは、ツールですね、ツールとそれからツールを選択した時の状態によって変化する、設定項目です。こちらですね、こちらがツールバーですね。現在オブジェクトモードと呼ばれる選択対象の選択中の表示です。こちらに並ぶ文字は現在選択されているオブジェクト、それからビュー、それらの情報を表示しています。このように、表示内容が変化します。ツールバー、これ右に引っ張ると名称が確認できます。オブジェクトモードから編集モードに、
変えました。こちらも名称が確認できます。次が右側に並んでいる項目です。インタラクティブナビゲーション、ズーム、カメラ移動、カメラビュー、パースと平行投影の切り替え、これらの項目が並んでいます。まずインタラクティブナビゲーション、これですね、これマウスでドラッグすると、ビューを変化させることができます。 XYZのラベル、これクリックすることも可能です。その次はこのズームですね。こちらのズームツール、それから、手のひら、これで移動ができます。そして次がカメラビュー、そして次がこれですね、カメラビューと、現在のビューの切り替え、最後が平行投影とパースビューの切り替えボタンです。次がサイドバー、この部分は、N キー、これで開閉ができます。くの字のアイコンをクリックして開いたり、そして、引っ張ってしまい込んだりもできますが、 N キーによる開閉の方が非常に簡単なので、まあ、ここはキーを覚えておくことにしましょう。こちらはアウトライナーです。まあ、言ってみればブレンダーに表示されているすべて、存在するすべてのものを表示可能なエクスプローラーのようなものです。アウトライナーに存在しているものを選択して 3D ビュー上で確認したり、逆に 3D ビュー上で選択したものをアウトライナーで確認したり、名称を変更したり、それからコレクションと呼ばれるものでグループ化したり、そういったことが可能な、なくてはならないパネルの一つです。左下に現れるのがオペレーターパネルです。このオペレーターパネル、何かの操作をした時に現れるので、最初は少し見過ごしがちなパネルです。これ移動してた時にこれ現れますね。そして開いた状態でまたこう設定を変えることができます。左下に知らない間に現れているので注意して確認してみましょう。こちらはプロパティエディター、これもかなりタブの多い複雑なエディター設定ですね。まずはよく使うところから慣れていけば良いでしょう。非常に項目数も多いので最初はかなり混乱するかもしれません。マテリアルといった、最低限必要なところから少しずつ、見慣れていくようにしてください。 3D ビューの下に配置されているのがタイムラインとステータスバーです。タイムラインはアニメーション用のタイムラインですので、モデリングといったそういった静止画を作る場合は必要ありません。こちらスペースバーがショートカットで割り当てられていますので、間違って手が触れてしまうとプレイヘッドが勝手に動き出してしまいます。こちらはレイアウトのワークスペースですね。 3D ビュー、こちらに表示されているのがライト、それからカメラ、そしてで初期オブジェクトの立方体キューブです。ライトやカメラ、こちらカメラ、そしてキューブ、ライトですね。こういったものは、まあ、初期設定で表示されているだけなので、必要なければアウトライナーから非表示にしたり削除しても構いません。最後にエリアの操作です。エリアのサイズ、そしてエリア分割、こういった操作ができないとブレンダー非常に使いづらい状態になってしまう可能性があります。ブレンダーのエリアは非常に柔軟性が高くて使い出すと便利なんですが、慣れないうちにこれ分割してしまうと元に戻すのが大変になってしまって、そこでブレンダー使いにくいソフトだなということになってしまいがちです。このエリア操作、
何度か試して慣れるようにしてみてください。はい、最初の動画ではですね、ブレンダーの全体的な簡単な紹介、画面の紹介を行いました。使っていくうちにですね、これらのもの自然に慣れてくると思うんですが、特にエリア分割とかエリアのサイズ変更、このあたりは使う前に少し、試しに操作を行ってもいいかもしれません。